Go Japan モバイルサービスをご購入いただき誠にありがとうございます。 APN とは SIM とインターネットを接続するために必要な初期設定です。 APN を設定するために次のものを手元にご用意ください。 SIM フリー端末、 Go Japan SIM カード、 Go Japan セットアップガイド、 SIM カード取り出し容器、スマートフォンに SIM カードを挿入し、アンテナマークが表示されていることをご確認ください。ほとんどの Android スマートフォンではサービスがご利用できない場合にポップアップで通知されます。ステップ1、お持ちのスマートフォンに別の APN プロファイルがインストールされている場合は削除してください。ホーム画面から設定に移動し、SIM カードおよびモバイルデータを選択します。 SIM スロットを選択し、アクセスポイント名を選択してください。既存の APN プロファイルをタップします。削除をタップし、削除が完了します。ステップ2、 Go Japan APN プロファイルをセットアップします。ホーム画面から設定に移動し、 SIM カードおよびモバイルデータを選択します。次に SIM スロットを選択し、 SIM カード番号を選択します。画面右上のプラスボタンをタップし、 APN を追加します。購入した SIM カードに合わせて APN の設定情報を入力してください。また、すべての設定情報は小文字で入力してください。名前欄に Go Japan と入力します。次に APN 欄に購入した SIM カードに合わせて以下の設定情報を入力します。ユーザー名欄に購入した SIM カードに合わせて以下の設定情報を入力します。次にパスワード欄に購入した SIM カードに合わせて以下の設定情報を入力します。認証タイプにチャットを選択します。画面右上にある保存をタップし、設定情報を保存します。最後にデバイスの再起動を行い、設定完了です。いつでもどこでも Go Japan の高速インターネットをお楽しみください。設定に困った、通信ができないとお困りことがございましたら、 Go Japan の Facebook、Instagram、電話番号にてご相談ください。以上、 Android スマートフォンの APN 設定についてご覧いただきました。